続きましては、ワイヤレスシステム研究室主任研究員、板谷里子の発表です。タイトルは、フレキシブルソサイエティプロジェクト、異種無線混在環境における通信安定化に向けてです。それでは、板谷主任研究員、よろしくお願いいたします。はい、NICT の板谷です。皆さん長い間、難しいお話を聞いてすごく疲れたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私の講演で一旦途切れますので、楽しんで聞いていただければと思います。本日は、異種無線混在環境における無線の安定化ということで、お話をしていきたいと思っているんですけれども、はい、異種無線の共存環境の代表例として、今日は製造現場における異種無線の共存の課題というものを挙げていきたいというふうに思っています。で、またですね、その中で重要課題としまして5つの課題、実環境及び予測の可視化であるとか、あと新しい通信方式が台頭してきているということ、あと Wi-Fi のコード利用、協調制御の国際標準化及び認証ということがすごく重要だと感じているんですけれども、こちらの詳細につきましては、後の、企画特別企画の1位の方で、詳しいお話をさせて皆さんがしてくださるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でまずですね、製造現場における無線共存の課題なんですけれども、我々はフレキシブルファクトリープロジェクトということで、現場の課題に現場で取り組みましょうということで、稼働中の工場で無線の環境の評価ですとか、無線の通信性の評価ですとか、そういったものを、ユーザーの皆さんと一緒に観測をして一緒に課題を考えるということ、あと無線通信の現場での課題の要件というのを明確化するということを2015年から続けております。今の記載にあるようなメンバーと、あと約80名の、協力研究員のボランティアさんの活動で、成り立っております。協力工場さんとしては、お名前がちょっとあれなんですけど、三菱重工工作機械さんを含む、まあ、20工場以上の皆さんと、いろいろ協力しながらやってるわけなんですけれども、最近ですね、工場で頻発している身近に発生する異なる通信方式の混在例、異種無線の混在の例としては、一つは、Bluetooth と、Wi-Fi の混在というのが、意外と起こっているということがあります。で、これは、タブレットとかスマートフォンっていうものを製造工程に活用するということが結構やられてるんですけども、その際に知らず知らずに共存してしまって、他のシステムに不具合を起こすというようなことが報告されています。あとですね、同一規格ですけれども管理が不能な例としまして、これはよく私が発表に使っている、中小規模の小さな工場さんなんですが、比較的居住地というか皆さんが住んでいる街中に建っている工場さんでしてね、隣に大きなマンションが建っているんですけども、工場が使っているのは、この真ん中の白抜きになっているところの電波だけなんですね。で、他のものの赤くなっているところっていうところが実はソフトバンクというふうに書かれているんですけども、キャリアさんが打たれた、スポット的なアクセスポイントの電波が中に入ってきてしまっているというような状態になっています。こういうような場合ですと、自分の工場だけでは管理ができないという難しい問題になってしまいます。はい、でもう一つ、同一規格であるが管理不能な例として、ある工場のラインを想定していますが、これ本当の工場さんとは全く関係ありません。私がピックアップした例なんですけれども、例えばですね、同じようなトルクレンチですけど、トルクレンチで、まあ、ネジを締めていくんですが、そのトルクレンチがそれぞれ無線化されていますと。ただ購入した会社が違います。購入した会社が違うだけじゃなくて国も違いますと。でそれぞれの国でですね、最適化して導入されてくるわけなんですけど、これ現場で一緒くたになったときに、全体最適をするシステムがいないというのは結構問題で、個別最適の集合というのは全体最適にはならないということを、もし工場の方が聞いていたら、ぜひ理解していただきたいなというふうに思っているところなんですが、欧州と日本とで標準化を進めるということを非常に重要だと考えておりまして、我々の方では特にドイツとの連携というのを強化しております。重要課題なんですけど、まず、データなんですけども、 IoT ということでデータをたくさん取りましょうという話はよくあるんですけども、取れればいい、見えればいいというわけではございません。でどうしなくちゃいけないかというと、やっぱり現場ユーザーさんが分かりやすい情報提示と判断と行動ができる可視化
あとはまあ予測結果の可視化もそうなんですけども、そういうことが非常に重要であるというふうに考えております。あとですね、工場内における通信濃度の中の無線っていうのはまだまだ少ないんですけども、非常に高い率で伸びています。この高い率で伸びている中で一番多いのが Wi-Fi ではあるんですが、これから新しい通信方式もどんどん入ってくるというふうに考えております。例えば 5G であるとか、ローカル 5G であるとか、まあ、次の世代の 6G とか、ビヨンド 5G とかと言われているような通信方式が入ってきたときに、じゃあどうやって工場の皆さんが使いこなしていくのかと。いうところですね。そういったところもすごく重要であるというふうに考えています。またですね、 IoT 化によって製造に利用されるデータの特徴が変化しているというふうに考えておりまして、でそれがまず一つ、昔からやっているものとして単純な、まあ、制御の小さなパケットを、まあ、届けたいというような場合、非常に小さいデータなので、データの分割なんか起こらないで送られる、もしくは、ビデオとか音声のストリーム、こちらはちゃんと品質を担保しないと人間がまあ不愉快になってしまうというか、快適に過ごせないということで気にはされているんですけども、IoT がによって、まあ、製造でデータをどう使っていこうかというと、やっぱりその検査の工程ですとか、製造プロセスに必要なデータを、まあ、確認するという作業が入ってくるということになっておりまして、そうするとですね、このちょうど間ぐらいのサイズのデータが、まあブロックというふうに呼んでるんですけども、ある一定のサイズ感のあるデータブロックを全部受信しないと次の工程に進めないというようなことがあるので、1パケットのデリバリー時間ではなくて一塊のデータのデリバリー時間というのは非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。で工場の通信というのは基本的にはリアルタイム制御と呼ばれるものが多いんですけども、こちらリアルタイム制御と言ってしまうとですね、即応性と即時に反応しなくちゃいけないんじゃないかと思ってしまう方が多いんですが、そういうことではなくてですね、瞬時に処理することではなくて定められた時間内に処理が終わればいいということを、リアルタイム制御というふうに呼びます。なので必ずしも高速処理が必要というわけではなく、1時間以内に終わればいいということであれば、1秒で終わろうが59分59秒で終われば終わろうがリアルタイム制御というふうに呼びます。なのでですね、スマートリソースフロー無線プラットフォームという、プラットフォーム、無線プラットフォームを、まあ、我々の方では研究開発してるんですけども、このリアルタイム制御のトラフィックパターンに着目して、多数の無線システムを協調制御する、まあ、具体的には譲り合いさせることで衝突を回避していくということをやろうとしています。はい。ドローンの制御と画像送信の無線が、工場の通信に干渉したケースはありますか？今のところは聞いたことはないです。はい、すいません、いきなり回答に答えてしまいました。はい、で SRS 無線プラットフォームということなんですけども、どういうことかというと、もう個別のシステムが勝手に、動いてしまうとですね、衝突が起こってしまって、そのせいで再送が発生して無線の待機が混んでしまうということがあるので、これを改善するために、まあ、交通整理をするような頭のシステムを入れてあげましょうというふうなことを提案しています。でこの頭のところっていうの と、この他の末端のシステムっていうものを完全にがっつりつないでしまうと、まあ、工場に適応して動かすことができないので、まあ、ルーズにカップリングするというようなことを、目指しています。で SRF の、試作機の、評価も始めてまして、実際の稼働中の工場なんかでも実験させていただいております。また、標準化に関してはフレクシルファクトリーパートナーアライアンスというアライアンスが立ち上がっておりますので、またそちらの発表の方を聞いていただければと思います。日独での連携に関しても、ハノーファー宣言をきっかけに、いろいろ進めておりますので、また注目していただければと思います。で今後も皆さんと活動を続けていこうと思っておりますので、見守っていただければというふうに思います。またですね、新しくフレキシブルファクトリープロジェクトだけではなくて、ソサエティプロジェクトということで活動範囲を広げました。で今、活発化しているところに黄色の星印をつけているんですが、ロジスティクスと、まあ、ファクトリーと、あとインフラストラクチャーということで 5G なんかの活動も活発化しておりますので、また我々の活動も注目してみていただければというふうに思います。はい、以上で私の発表終わりです。ありがとうございました。板谷主任研究員、ありがとうございました。